こんにちは。皆さんこんばんは。村星理樹です。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。じゃあ今回も始めていきたいと思います。じゃあ今日も集まりですか。最初は集まれ動物の森をします。今回もこのようにしてやっていきたいと思います。ほら、このね、ビセカさん、ビセカさんお世話になっております。こちらね、お家から、動物の森のお家からお送りしております。音楽を流しております。危ない。そうなんですよ。あれから、そう、こういう風にやります。こういう風に画面をこちらに向けてします。でね、あれから1週間2週間ちょっとでいろいろ変えました。お家の中とか。まずは、そうなんですよ。お部屋がね、見えない、ごめんなさい。じゃあ、まずはね、奥の部屋、やめよう。いいや。こっちしよう、こっち。合ってるかな？ちょっと待ってね。こっちか。合ってる合ってる。まずは、こちら側のお部屋から、見ていきたいと思います。皆さん、こんにちは。そう。右側のね、お部屋は、なんと、こんな風に、何？洗面所？洗面？お風呂場？お風？ん？なんていうのこれ。こんな感じ。お風呂置いて、なんか、洗面台置いて、洗濯機置いて、その干してるの置いて、換気扇置いてっていう感じにしております。アイロンもね、置いておいて。そう、お水の音しますよね。ここ私出しっぱにしております。溢れちゃいますね。ほら、こうやって止めて、こんな感じ。いやー、このね、お風呂のお水の音ね、すごい癒されます私。そんな感じ。そう、何これ、こんな感じですね。見えませんね、ごめんなさい。ね、ここか、ここの方が見える。で、洗濯機もこうやってピッとしたら洗濯をするという、開いた、 OK で、こんな感じで。もう一つの左側のお部屋は、まあ、結構ね、ストーリーでも載せてるんですけど、自分のお部屋かっこ仮っていう感じですね。私まだ2階が出来上がってなくて、そう、こんな感じ。ちょっと木琴置いたりね。あとお勉強机置いたり、高校の課題があるので高校の、あとはね、こんな感じ。なんといっても、なんといっても、奥の部屋は、今まで、何のお部屋にしようかなって迷ってたから、大雨のね、ザーザーのね、お部屋に、壁紙に、マトリョーシカをね、一つポンって置いていただけのね、なんかちょっと変なお部屋をね、だったんですよ、今まで。で、なんか結構家具とか揃ってきて、ちょっと、変えました。奥のお部屋。よし、じゃあ行きます。
ちらキッチンになりました。あの本当にね、大雨のね、ちょっと怖いよね、お部屋がね、キッチンになりました。こちらどうですか。あ、お水出しっぱですね。いけないですね、私ったら本当にほら、結構変わりましたよねほら、ここにね、机、テーブルか、テーブル置いて、と、ここにね、トースター置いて、コーヒーの機械置いてね、私コーヒー飲めませんけど、こんな感じ。で、ここは、結構かまどになってて、ほら、ここピザ焼いてるんです、ピザ。ほら、マルゲリータかな？私マルゲリータ好きですね。こんな感じ。ほら。すっかりね、マトリョーシカ、大雨マトリョーシカ部屋から、キッチンになりました。こんな感じです。マトリョーシカは、収納しております、今。で、なんか、動物の森のお家ってね、動物の森のお家って、この3つの部屋プラス2階と地下室があって、理想は、2階をね、あれにしたいんですよ。自分のお部屋にしたくて、地下室どうしようかな。地下室を、あれにしようかな。マトロシカのお部屋にしようかな。じゃあ、お外出よう。そう。あ、今回もね、ちょっと今は夜なんですけれども、この時間帯にするとね、ちょっとね、暗くて見えなくなっちゃう。水見えづらいかもしれないので、ちょっと時間を変えております。お昼に。ここは、ちょっと温泉コーナーと言いますか。仮のね、仮だけど。今日どうしようかな。海にいますし、釣りしたいと思います。ここら辺にはまだね、お魚がね、いませんので、いました、ここに、ちょっと。釣り、押してみたいと思います。何？あ、鈴木でしたね。安定ですね、鈴木さんは本当に。いつも。で、これ、いないじゃないですか。いないから、アサリで作れる巻き餌をね、魚の巻き餌っていう、ほら、あるんですけれども、それを、餌を巻くと、お魚が現れるんですよ。ああ。だいたいね、鈴木な、あ、難しい。いや、違う。うまくできないな。ちょっと待って。あー、違う。待って、本当に、ちょっと待ってください。ちょっと、あ、ここか、ここ、せーの。ん？あ、来た。行きますよ、今。タイだ！ほら、タイ釣りました。タイ。やったね。もう一回、あ、じゃあ、ここにね、熊の実と、蝶々魚と、カレイと、シーラカンスがね、を、ちょっと、飾っております。あ、これじゃないね。これじゃないね。こうだ。これじゃないね。あ、違うね。こう。ほら、ここにシーラカンスいます、ここ。ここに。雨の日しか、
釣れないんですよね、シーラカンスは。だから雨の日はもう、じゃあもう一回やります。あ、これぐらいは何だろう、何が釣れるんだろう、何が釣れるんだろうな。カレイ、予想はカレイ、カレイにしよう。予想はカレイ、カレイ。あ、イカだ、イカ、イカ釣れました、イカ。ここはね、私のね 3DS 時代からのね仲良しさんのねモヘアちゃんのお家です。もう本当にねモヘアちゃん可愛いんですよ。もう本当に可愛いモヘアちゃん。羊の女の子なんですけれども、あ、あら、お友達呼んでるの？え、可愛いんだけど、ちょっともう、可愛い本当に。何？何してるの？何してるの？楽しそうだね。ちょっと何喋ってるか分かんなかった。反転してるから。え、すっごいさ、追いかけるじゃん。あ、ちなみにこのお馬さんは集まれ動物の森からの新キャラクターのお名前なんですかだっけ、リアーナちゃん。なんか良かったんだリアーナちゃんと。なんかさ、昨日ね、昨日あのストーリーに載せたんですけど、モヘアちゃんとねショッピングっていうか、お洋服屋さんでねお買い物してる動画をね載せたんですけど、ちょっとねモヘアちゃんずーっとね同じお洋服ねじーっと見てるから、ちょっと動いてほしくてちょっと押しちゃった、ごめんね。私の時さ追いかけてこないよモヘアちゃん、めっちゃニコニコするじゃんモヘアちゃん。まあ、楽しんで。バイバイ。バイバイ。バイバイ。かわいかった、もやちゃん。ほんとかわいいね、もやちゃん。あ、そう、ちゃちゃまるも引っ越してきました。ちゃちゃまる。この子も、集まれ動物の森の、新キャラですね。バイビー。で、なんかね、この間ね、この間、アップデートがあって、動物の森の。なんとね、アップデートするとね、博物館に、美術館ができて、何？美術品を置けるようになった、美術品コーナーがね、できました。で、それは、誰から買うかっていうと、美術品とか銅像とか絵とか絵画とかを置けるあれ何できまして、誰から買うかって言いますと、その常吉っていう狐のね、まあ、結構初代の動物の森からいるキャラクターなんですけれども、本当にね、あ、ちょっと違うね、ここじゃない、本当にね、常吉さんはもう美術品をその常吉さんから買うんですけど、その常吉がその結構偽物をね売るんですよ。偽物を売っちゃうと寄贈できないんですよ。だから偽物か本物かっていうのをちゃんと見極めないと、ね、ちょっと今いますので、ほんとちょうどよかった、いる。ほら、これ、この船が常吉の船です。いつもいるってわけではなくて、たまにっていうか、まあ、1週間に数回ぐらいは多分いると思うんですけど、ほら、ここ。秘密の場所って感じしていいですよね、ここ。そうなの。だから、ちゃんとね、見極めないといけないんだけど、絵画のことね、ほら、ここなんですけど、例えばね、私もうね、一つね、買ったんですよ。これは本物だったんで大丈夫なんですけど、例えば、これね、有名なね、モナリザなんですけども、
これね、よく見るとなんか、これなんて言ったらいいの、あ、モナ笑ってるんですよ、モナリザがね笑ってて、これ笑ってるのが偽物なんですよ。で、普通のなんていうの、その笑ってないのがあの本物だから、それを見極めてね買わないと。1個4980円なんですけど、その4980円がね無駄になってしまう。出て出るのこれ、あ、こうなのか、そう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 。だからで、私もみんなあまり絵画のこととかわからないから、なんかあの Google とかであつ森絵画みたいな調べたら、なんか本当に見分けてる、あの本物か偽物かっていうのを見分けてる、そのサイトみたいなのがあったので、それを見てちょっと確認してます。何でも分かるわけじゃないのでね。そうなんですよ。ってことで、じゃあその美術館に行ってみたいと思います。ちょっとネタバレになったらごめんなさい。ここここすごいね、増築してね、すごいこんな感じになった。ちゃんと見なくちゃいけないんで、あんまり考えずに買ってしまったそうなんですよ、あの偽物を買ってしまうと寄贈できないので、4980円がちょっと無駄になってしまうか、まあ、お家に飾るかみたいなってなってしまいます。せっかくだから、あ、別に話しかけるわけではなかったよ、別に話しかけるつもりはなかった、ちょっと話しかけるつもりはなかった。こっちほら2階にね、こちら美術館コーナーができました。こうなんですよ、そう、偽物に気をつけてくださいほらこんな感じ、今、ま、何にも飾ってないけどね、ほとんどね。ほら音楽も結構、あ、私今ねこれ寄贈しました。このちょっと見えないからね、カメラで。ほらこの絵を飾りました。ここ案外小さかったっていうねなんかいずれね、ここも美術品でいっぱいにしたいなって思っております。全然ないねできたばっかりだからね、こんな感じ。音楽もね、クラシックでいいですよね。そう。はい、これとかね。これとか。よし、こんな感じ。そう。浮世絵、あ、そうですね。こんな感じでした。だから、いろいろ揃っていくのがすっごいね、楽しみなんですよ。せっかくなので、じゃあ、どこ行こっか。じゃあ、虫コーナーとか行きたいと思いますあの虫コーナーかな。虫コーナーも結構やっぱり季節によってあの取れる、現れる虫さんが少ない、あ、決まってるから、やっぱりまた夏にならないとね、増えていかないんですよ。だから全然まだいない。あんまいないかな。こっち。私が一番ね、好きなところはね、虫コーナーでね。あそこ。あ、出ちゃった。私出るつもりなかった。反転してるからね、ちょっと。ちょ、私はこっちに行きたいんではないです。あ、こっち蝶々コーナーがいっぱいあるんですよ。ほら、いや、もう綺麗です。ここ見える、こんな感じです。いやー、そう、カブトムシとかは夏にならないとあの捕まえられないので、全然いないだから、まだ。あ、タランチュラさんですね。タランチュラは夜行性なので、夜行性なのでね、今ね隠れてます、ここに。
だからお昼の時間はいます、あの出てきません。夜にだったら、もし起動してたら夜には出てきますって感じですね。うんうん。あ、かま、あらら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 ら、あららららららら、観光してました。スミちゃんが、スミちゃんが。じゃ次はね、お魚コーナーに行きたいと思います。やっぱやめよう。化石にします。化石にしよう。そう、タランチュラ島ね、行きました、私。よいしょ。あー。寄贈頑張ってる？一緒に頑張りましょう。いっぱい。何これ、あの化石はね、もうね、私ね、毎日や、あのね、あつ森してるからね、もうめ、あのね、その印が、化石が掘って、あの、埋まってある印を見つけたらね、すぐ、掘ってます。化石は、私ね、もうこことか全部揃って、え、私もコンプリートしたって思ったんですけど、なんか、もしコンプリートしたら、なんかそのフータが、フータくんってそのさっきのコウモリ、コウモリじゃないコウモリじゃない、フクロウの方が、コンプリートしました、ありがとうございますって言ってくれるんですけど、言われなかったから、ってことはあとなんだって思ったんですよ。ここのコーナーに、今ここあるじゃないですか。ここに、あと、一体、いるんですよ。私気づかなかったから、ってことは、あと、一体で、私はコンプリートします、化石を。でもね、化石って、やっぱり、もし、なんか、ちょっと化石の鑑定してって、風太にお願いして、なんか被ったりとかもするんですよ、やっぱり。被ったら、やっぱり、売れるので、お金になるから、結構捕まえるじゃなくて、化石は掘って、寄贈っていう化石の鑑定をした方が、お金、あ、ちょっとお魚コーナー忘れてた。って感じです。なんか、コンプリートしたら、なんか金のスコップが作れるみたいなこと言ってた。お魚どっち？お魚どっち？お魚どっち？いや、癒されますね、お魚コーナーも。だいぶね、結構、ここ、水槽今ね、何にもないんですけど、お魚が増えれば増えるほど、なんか結構海藻だとか、増えていきますのでね、頑張りたいと思ってます。そう。なんか、もう、化石はいいやーって、ちょっとお金稼ぎたいっていう方は、まあ、寄贈せずにそのまんま売ったりとかしたら大丈夫だと思います。ここまだマグロとイワシとアジしかいません。全然いないんだよなー。あ、こっちじゃない。違う。音楽も癒されます。こちらは深海魚コーナーでございます。いけてない。リュウグウノツカイと、シーラカンスと、デメニギスかながいますね。お魚も早くね、揃えたい。やっぱ一年中やらないと、揃いませんね。こっち合ってるかな？デメニギス釣りました。マンボウとかも釣りたい、早く。ここはね、クリオネと、海のお魚のミニサイズの、かもうこことかすっごい綺麗なんですよ。あ、違う、こう、ほら、こんな感じ。あれ、季節でお魚変わります。やっぱりサメとかは夏ですね。夏に釣れます、サメとかは。座るんじゃないよ。そう、サメ釣りたい、早く。こんな感じ。時間は今9時10分。早いね、時間経つの。こんな感じでございました。
そうですね、結構最初のチュートリアルがあつ森はねちょっと難あまた入っちゃったまた入っちゃった難しかったりするんですけれども、結構全てのチュートリアルが終わると結構なんかもう自由にね楽しめます待ってもう本当にもう機会が、そうなんですよさあ、あとはどこだっけな、ちょっとね今ねいろいろ開拓してて、島を開拓してて、どこまあ、ここは公園って、ここはね、まあいつもある公園なんですけど。で、あ、違うね、ここじゃないね。ちょっとね、ミニテーマパークみたいなのを今ね、作り始めてるんですよ。ミニテーマパーク的な。これ車のベッドなんだけど、一応車の手でやってて、でここにコーヒーカップとレターメキ、もうちょっとね開拓したいな。あとここにフォーチュンクッキーの屋台とソフトクリームランプと、これゲームですね、こんな感じで、でここに怪獣がいて、風力発電です。風力発電結構ねこういう綿あめ機と何あれコーヒーカップはあれポイントで交換とかなんですけども、こういう車って車かな、こういうグッズとかはパチンコでねパーンってやって出てくることが多いので、結構空飛んでる風船を見つけた場合は結構取った方がいいです。その方が持ってない家具とかね、もうどこからか風の音が聞こえるな。え、風の音聞こえる、いや待って、風の音聞こえるよ、ちょっと待って気のせいかな、気のせいかな、見上げて、あったありました、ありました。いやタイミングがいい、ほらいた、ほら今じゃあ虫網じゃないです、虫網ではございません。私が今欲しいのは、あ、いた、あ、もう一回待って、どこにいるの私今ちょっと待って、もう、あ、来た、よし、ほい、はい来ました。でこのねプレゼント、何が、あ、鉄鉱石か、そう鉄鉱石とか粘土とか家具を作る材料だったり、お金が入ってたり家具が入ってたりします。できればね家具が欲しい、私一回で打ちたかったこんな感じですかね今日のあつ森は。ちゃちゃまる、あ、ちょ、もへやちゃんのお家行っていい、ちょっともう一回もへやちゃんのお家、あ、帰ったんだ、はい、なかなか和風な音楽流れてますけど、お、どうしたえ、もへやちゃん、あ、何してるの、あなた、また押しちゃった、ごめんなさいあ、ごめん、あ、可愛くない、もう可愛くない、ほらもへやちゃんこっち向いて、あ、間違えた、あ、間違えた、間違えちゃった、かわいいね。あー、もうかわいいね、ほんと。もう部屋っけね、コインランドリー多分経営してますね。
かわいいな、もうかわいいな、もう、あ、話しかけずに、もへやちゃんかわいかった。お、ちゃちゃまる、やっほーやっほー。お、反転してるから何を喋ってるかわからないです。ごめんなさい。お、マイルがこういう風にね、貯めていくんですよ。ちょっとプラスとこう。こうやってこんな風に貯めていきますね。今1万2000マイル貯まってるから何かと交換できるはず。後でしようかな。じゃあお家に戻って音楽をかけて。次はちょっと何かけようかな。次、よいしょ、ちょっと待って、何かけようかな。いっぱい曲あるの最近。1週間に1回ね、トタケケが来てくれるんですけど、あ、チュードリアルってか、トタケケ言えない、トタケケが来たらね、来るんですけど、ちょ、何かけよう、これかな。いいや、これで OK。で、動物の森はとりあえずここまでで。すごいね、この音楽、この音楽結構好きなんですよ。楽しい音楽これ。あ、そう、それでですね、この昨日じゃないね、前回のあのインスタライブをねした時に、あのアーカイブをね残したかったんですけれども、なんかインスタグラムって1時間しかできなくて、あ、インスタライブは1時間しかできなくて、残り1分になると、カウントダウンが出るんですよ。で、なんか、30秒とかで切るのもな、切ってもなって思うから、まあ、最後の5秒、4、3、2、1まで、ギリギリまでしようと思ったんですけども、その10秒ぐらいで、なんか、電波のね、私のお家のね、電波の状況がね、なんかよくなくなっちゃって、なんか、プチって切れちゃったんですよ。なんかやり直しみたいな感じで。で、その時に、なんか、アーカイブは残しますかみたいなのが、を問われなかったの、私。だから、残せなかったです。ごめんなさい。ってことで、あ、前回のインスタライブから、一週間、ちょっとかな。一週間、ちょっと二週間ぐらいね。たんですけれども、私インスタグラム、インスタライブは最初に、まあ、動物の森も30分ぐらいやってね、動物の森を30分ぐらいやって、まあ、前回だったら初めてコーラを飲んだとかしたんですけれども、今回何をしようかなって思って何をしようかなって思ったんですよ。考えてて1週間ぐらいで、ちょっと思いついたのがこちらです。黒ひげ危機一発マックス5、こちらをね今日していきたいと思います。本当に考えて、あ、ちょっと黒ひげ危機一発やりしたいなと思って、ネットで購入してこの間しました。今のこれ、私もびっくりしたんですよ。今の黒ひげ危機一発ってこんな感じなのみたいな、なってて。多分皆さんが見たことあるのは、こちらのね、1個だと思うんですけど、今回、その黒ひげが5体いるので、5体並んでて、その、1個の黒ひげだったら、これぐらいの高さ、飛ぶ高さが これぐらいなんですけど、今回の、黒ひげ5発は、ここまで5倍飛ぶんですよ。これの。いや私、もう、で、遊び方も、まあ、様々ありまして、何これ。まあ、例えば、まあ、黒ひげ、普通に危機一発みたいな5発して、黒ひげキャッチとか、黒ひげ占いとか、5つの遊びがあって、まあ、今回するのは、黒ひげ危機5発、普通のね、やっていきたいと思います。ちょっと準備するね。あと25分ぐらい。すっごい飛ぶの、私。こういうのね、私、ちょっと待って、どこですか？私、こういうのね、
こういうの私ほらこちら、ちょっと待って、これを一人でします。ちょっと待って、ちょっと待ってね、よいしょ、ちょっと待って、ちょっと待ってください。どうしようかな、ちょっと待ってね、今ね台を下ろしてます。ちゃんと黒ひげの樽が、あ、ほら見えるようにしたい、ほらこんな感じ楽しい。じゃあこれを刺していきたいと思います。ビヨーン、いくよ、こうやってカチッって入れて、しかも ここでねちゃんとシャッフルして、どこに当たるか分かんないから。よし、じゃあ次2体目いくよ、これでね。はい、次、はい、3体目、黄色。うん、ちゃんとカチッと音が鳴るまでしないとさ飛ばないからね。よし、次、はい、4体目、はい、カチッ。次は、はい、青5個体目、よいしょ、カチャってしました。ほら、こんな感じかわいいね、かわいいね。で、剣はこちらの、こちらです、出します。よし、で遊び方の一つとして、例えばね、青のね、剣を例えば刺したとして飛ぶじゃないですか。それでなんかその刺した剣の色と同じこの黒ひげをこのお玉でキャッチしたら成功っていうルールがあるんですけど、でもそれはちょっとさすがにね、ね、ちょっと難しいので、まあどれでもいいです。どれか刺して、ポーンって飛んで、どれかの、どれかの黒ひげをキャッチできたら成功ってことにします。私さ、こういうのさ、すっごいちょっとびっくりするのね。怖いんですよ。ちょっと怖いけど、ちょっと頑張ります。なんかお玉を持ちながら。え、皆さんちょっと結構パーンとか音鳴ったりとか、ちょっと音量とかね、ちょっと気をつけてください、音量とか。いきますよ。ね、ほんとに待ってじゃあどれしましょうか、最初。え、どこにしようかな。やっていきたいと思います。じゃあまず、ここ行くね、ここ。行くよ、行くよ、せー、行くよ、行くよ、行くよ、せーの。ねえ、ちょっと待っ、もうさ、ちょっと、ねえ、ごめんなさい、本当に、本当にごめんなさい。ねえ、まさかさ、一回目で飛ぶとは思わなかったよ、私一回目で飛ぶとは思わなかった。ごめんなさい、こんな大きい声出しちゃって、もう、ごめんなさい、もう一回やります、私。え、さ、いやさ、もうちょっとさ、もうちょっとさ、したかったよ。もうちょっと刺したかったよ、私。5回ぐらいでさ、飛ぶと思ったのに。ごめんなさい、今ね、スマホも倒れちゃった。ごめんなさい、本当に。もう一回やるね。もう一回やるよ。もう一回やる。よし、オッケー。はい、もう一回やる。もう、本当に、もう、本当にね。ねえ。本当に、本当に、もうめっちゃ回すよ、本当。でもさ、すごくない？一回で当てたの。いや、もうめっちゃ叫んじゃった。すっごい叫んじゃった。もう一回やろう。本当に、また、急に来ますので、皆さん、音量とか、お気をつけください。結構想像以上に飛びましたね。回したよね、私ちゃんと。お願いします。行くよ。行くよ。行くよ。じゃあどこにしようかな、次。じゃあ次赤にしよう。
ちょっと待って、行くよ。ね、どこがいいと思う次。次どこがいいですかね。どこがいいんだろうね。もう。行くよ、行くよ。じゃあ、ここにしよう、ここにしよう。ここ行きます、ここ。見えます？行くよ。さっきの予想外すぎる。ちょっと行くよ、行くよ、行くよ、行くよ。せーの。せーの。なん、させない。せーの。大丈夫でした、大丈夫でしたよ。26分だ今。どんどん次どこしようか、どこしよう、次どこがいいかな。上か下か、まあいいや、上にしよう。じゃあ次ここ行きます。もうお玉持ってないじゃん私。あ、ごめんなさい、行くよ、せーの、せーの、あー、出し、あ、セーフ。2回目も、2回目もや、よし、次黄色どこ刺そうかな、次。今見えなかったかな、大丈夫かな、ごめんなさい、お玉持ってない、ちょっと待って、行こう、あ、見て見て、離れるよ私。行こう、待って、行こう、次ここ行きますね。本当に。じゃあ次緑いくね。次どこがいい？じゃあ次何がいい？じゃあコメントでありました、じゃあ黄色なかった、黄色の下、じゃあここに行こうか。行くよ、ここに行くね、ここに行くね、ここに行くよ、行くよ。お玉を持って、ね、せーの、あー、大丈夫だった、大丈夫だった。どれに、次こちら赤、次どこ行こうかな、次どこ行こうかな、行くよ、行くよ、じゃあここ行きます。絶対顔変だ、やだやだ、あ、大丈夫だった、意外とスッて刺すんだね。ねえ待って、どうしよう、どうしよう、どうしよう、私さ、もうどうしようね、これね。もうどうしようしか言ってない、私。じゃあ黒。やっぱり青にしよう。青にしよう。じゃあ次どこしようか。ん？緑の人の下。この子ね。あ、さっきやりましたね。黄色の人にしよう。持ってるよ。次こっち。うわー。行くよ。じゃあ次ここ。ここ行くね。せーの。あー、刺さないよ。ここか、せーの。待って。ね、どっか行っちゃったよ。はい。ここでした。うわね。もうこれだ、無理だよこれ、お玉でキャッチできないよ。ちょ、どこ行った、もう一個、え、もう一個どこ行った、え、どこ行った、もう一個。テンコ取ります、テンコ取ります。1、2、3、4、黄色、黄色、あ、いた、5、 OK、 こんな感じ、見つかりました。いや、すっごい飛ぶね、これ。抜きましょう。よいしょ。ああ、ごめんなさい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 。大丈夫ですか？ちょっとイヤホンで音量マックスに聞いてた人とか大丈夫ですか？私の叫び声があまりにもうるさすぎますね、ちょっと。よし。ねえ、どうする？もう一回やる？どうする？どうしようかな？
もう意外といっぱい飛ぶ。すごい、結構高い、高く飛ぶ。もう私もうさ、叫んでる時の顔絶対変だからさ、ちょっとさどうしようって感じですよね。え、ちょっと次本当にお玉で取る。よし、お玉で取る。私次の目標お玉で取るよ。もう一回やるね、もう一回やるね、もう一回やるね、もう一回お願いします。じゃあもう一回しましょう。はい、1、2、まだね31分なのであと14分あります。3、4、5。これさ本当にさ、こうあったらもうね顔直撃だから、もう本当ね気をつけないといけません。よし、行くね。じゃあ回した、もう一回行きます。今はねそうなんですよ。これって一人でやるゲームだっけ？違いますね、一人でやるもんじゃないです。これはそうなんです、今はこんな5体もね並んでる、はい、待って、すごいねパワーアップされてます。じゃあ一周ずつ、あもういや本当にさもう何も、じゃあここから行くよ。あ、お玉準備、せーの。あうん、 OKです。じゃあ行くよ、青刺したか、じゃあ次緑にしようかな。お玉持ってます。もうさこの剣を刺すたんびにお玉置いてるからね、もう忘れちゃいけない。あ、行くよ行くよ行くよ、待って、消えちゃった音楽。大丈夫でした。セーフ。よし、オッケー。じゃあ次、黄色。見てるこっちも緊張する。しますよね。いくよ、いくよ、いくよ。次ね。次だ、ここ刺したいと思います。いくよ、いくよ。せーの、せーの。次黒ね、緑の下。じゃあここ行ってみますね。ここお玉持ってない。ね、もうあーもうダメだった、あーもうダメだった。ダメでした。これさ難しくない、これ、え難しくない、これ難しくない。ごめんなさい、画面がね乱れますね、ちょっと私が叫ぶたんびね。ちょっと自己すぎるよ、しょうがないよ、だってもうさこの子たち飛ぶんだもん、高く飛ぶんだもん、この方たち。あー、これやっぱあれだね、もうさ、え、待って、一人いない、え、一人いない、あれ、あ、いた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 、これさこれさ、私さ飛んだ時にさ見てないのよ、黒ひげさんのこと。もうさだからこんなになってるからさ取れないの、もうお玉ここにあるから取れるわけないじゃん、っていうね。あと10分。いやどうしましょう、どうします次。
どうしましょう次。これね、あ、素でキャッチ。あー、素で、そう、目つぶっちゃうんですよ。目つぶっちゃうんですよ、ほんと。もうね、もう、もう一回やろう。そう、ガードしてるから、こうやって。しちゃダメだって。しちゃダメ。皆さん、ほんと、音量、音量ごめんなさい。ほんとにごめんなさい。もうほんと、ほんとごめんなさい。いくよ。どうする？どうする？これ続行。オッケー。もうさ、おたま絶対無理だよこれ本当にもう。じゃあもう一回いきますね。びっくりした、もう虫かと思った。いくよ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 。もうおたま持ってない私。うるさいね私ね、ごめんなさい本当に。おう、熱い今私、すっごい熱い今、熱い。いくよ、ここせーの。おお、もう私すっごい熱い今、熱い今、ドキドキして、熱い。じゃ次ここ、全然やってないね。こっちやろうか。飛びました。飛んだんですけれども、私はね、今ね、ちゃんとね、ガードせずにね、来たのにね、キャッチできなかったよ。キャッチ。はい、戻ってください。戻ってきてください。戻った。はい、戻ってきてください。戻ってきてください。戻ってきてください。はい、2体。あれ、どこ行ったんですか、との。あれ。あ、そっちにいるのか。そっちにいるのか。ちょっと後で拾おうかな。ちょっと、あ、いた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 。じゃーん。こっち。もう。ちょっと、またします、これ。またしますね。こちらの。黒ひげ危機5発。しますね。またね。片付けなきゃ、これ。もうびっくりした。またします。楽しかった、でも。皆さんどこにいらっしゃいますか？皆さん。はぁ、ちょっと後でしますね。後でお片付けします。あとね、っていうかね、もうこんなね、黒ひげ危機5発をね、してましたら、もう残りね、5分となってしまいました。え、早い！早いね。楽しかった？あ、よかった。よかった。よかったです、もう。よかった、本当に。本当よかった。よかった。よいしょ。ちょっと。いつかキャッチします。頑張ります。
頑張りますね。ちょっとちゃんとねキャッチしませんといけませんので、だからちゃんと、あと5分だからさ、どうしよう、なんかどうしよう、何しましょう。いやさ、1回目のさ黒ひげさご危機ご発さした時さ、まさかさ1回目でさ飛ぶとはさ思わなくて、もうびっくりした。もういやそんなことあるのみたいな思いました本当に次はキャッチします、絶対に。もう絶対キャッチしたい。なんか高校まで来たらさキャッチしたい。スクショタイムやしましょう。よし、ちょっと待って、音楽かけ。ああ、ねえ、間違えちゃったよ、間違えちゃった。じゃあスクショタイムしたいと思いまーす。あと3分。恥ずかしい。 OK、 ありがとうございます。 OK です。本当にあっという間ですね。本当にあっという間。もうあとに、あと黒ひげさん、お二人方どこにいらっしゃいます？どこにいらっしゃいますか、本当に。ああ、剣も、剣っていうの、これ剣か。剣もね、片付けなきゃいけない。ああ、多分こうやって、ポーンってなって落ちた瞬間に、黒ひげがその剣にバーンって当たって、ブラブラブラってなっちゃったから、早く後で片付けないといけない。あ、残り1分58秒って出た。いや、本当にさ、前回はさ、本当にさ、なんか、急にさ、バンって消えちゃったから、だから、アーカイブ残せなくて、ちょっと頑張りたいな、ちょっと残せますように、残せるように。だから、残り30秒ぐらいになったら、15秒、ちょっと、いいタイミングで、ちょっと、来させていただきますね。今日の終わらせていただきますね。楽しかった？ありがとうございます。見てくださってありがとうございます。もう、動物の森と黒ひげ危機5発で、1時間が経っちゃいましたけど、またね、こちらも、していきたいと思いますし、動物の森もね、しますし、また、楽しかった、ありがとうございます。本当にこちらこそ、見てくださってありがとうございます。本当にありがとうありがとうございます。本当に45秒40、ありがとう。また配信しますね。うん、皆さん、じゃあ本当にありがとうございます。またね。バイバイ。バイバイ。